函館競輪 YouTube チャンネル奈良3日目に参りました。今日こそはですね、松本さんに勝って、ね、まだ負けてるからね。大丈夫です。負けてるから。まあでも昨日はですね、うん、痛み分けでしたからね。まあね、はい、力入ってるとまた負けるぞ、はい、この状況で多分 YouTube の人はみんな笑ってるとああ力入ってるな、勝つぞ、ね、今日もふがふが言ってるなと。頑張りましょう。じゃあ言ってください、いつもの箱根競輪チャンネル YouTube チャンネルスタート。決勝3本をまずメインでやってもらおうかなと思ってます、はいはい、今日はあれ出たんですか。3連単で35万ぐらいの。この辺がね、このメンタルの弱さを物語って。いや弱いんだやっぱりね、お金に関しては堅実にいくタイプなのかもしれません。今日はもう堅実にコツコツ増やしていくぞとりあえずラインの前走る人をチェックしてほしいなと思います、はい。まあ、逃げは大体こう先行で走ってるという感じなんですかね。そうですね。8レース、はい、6、5、1、8。6はもちろん逃げ、はい、5番の選手も逃げの選手だと思うんですよ。ほー、両方できるとか。6番がダメだったとしたら、はい、5番が今度引っ張っていくよっていう、はい、一応さざいてるラインの先頭を注目、はい、2日間当てれなかった初めてじゃないの。だって惜しかったですよ、10、11です。当たんなきゃ惜しい。当たんなきゃ一緒だ。あれですよ、あの掲示板に須永の悪口書きましたからねそれ今のほぼの質問じゃないですね僕の大好きな数字、これで家族をぶち切りでやっつけます。よし、49500円です。はい、94が1500円。3、4、5、9、3連単ボックスで、え、松村選手が来たりとか9、4、2のラインに来ちゃうともうアウトですね。柴田頑張れ。柴田、松村がちょっとある。松村だ。175、例えば外れちゃったね。松村さん外れてますよ。あ、そっか、カツオの顔が面白すぎる。私6、5、1の下りすごい散々説明したと思うんですけど、6がダメだったら5がかける、94が前に出た瞬間518でブロックできるんですよ。さ、はい、正直ここの配当は取れたところ、はい、散々好きの私からすれば、はい、そう思います。で、私言ってた1を無視した感じだったもところで、まあ、外したのかなって。とりあえずはもうここは軍事だろうっていうぐらい、砂選手もは調子良かったので、うん、引っ張り切れるかは一望は連れていけそうなのかな。ただ軍事も逃げなんですが、元砂も逃げるので先行争いみたいな感じになるのかな。多分軍事のダッシュに4番はついていけないのかな。そうか、ボックスっていう買い方がある。ボックスはでもあれですよね、あの分かりやすくて、あの初心者向けにはいいですよね。いいんですが、掛け金でっかくなっちゃいますからね。愛の筋49を筆頭に1226、27で医者服です。これで家族をぶち切りたいと思います。やっぱ軍事はちょっと圧倒的かなと思うんで、26のワイドで買っておこうかなと。はい、分かりました。じゃあドーム式ってあるんですか。何箇所ありますね。何これ、どうだどうだ、なんだ、おい、見てるじゃない。25、よっしゃ。これ25かよ。取った、取ったけど結構硬い。3840円。当てる感覚をもう取りにすら来てくれない。当てたのに。まあこれから巻き返しますね。一生いっぱいだから2人ともですね。でも額でいけば松本さんの方が。わ、上手よ。昨日は昨日悪魔さん、司令塔の悪魔さんがやってたよ。気まぐれジャッジ、うん、
金額だけ。気まぐれジャッジ、僕のあのボックス代が気に食わないんじゃないですか。こういう勝負の場なのにボックスはないやろ、カツオ。ボックスだってちゃんとした戦術でしょ。若干感じるのが、うん、3連単ボックスでグランプリを2連覇した後から、うん、なんかこうやや当たりがきつくなってる感はあるような気がする。競輪グランプリを制した時は、うん、僕しか喜んでなかったんです。ヤンググランプリを当てた時に、はい、皆さんにやるのが嘘は気持ちだから、やっぱりこういうのは次キラギアのうなぎ弁当とか持ってくるとか、はい、大人としてじゃあ冷たくなるよね。俺の方が良かったね、なんかね。そうですね、俺が当たったらもう、いや、みんなとご飯食べに行きますから。俺の金は絶対渡さんぞ。食べなくりゃ。一般の方の買い方ではないですよね、オークスレンチャンっていう。ちょっと気分、内面の弱さが出てる。どうしても当てたいと。当て方なんだよね、やっぱりね。なんだ例えばですが、うん、例えばスロットで勝とうとするのか、うん、スロットで当てようとするのか、うん、当たるのなら絶対当たるんです。ボックス外の連チャっていうのは当てようだけなんですよ。当てて勝ちたいっていう感じ。いや、松本さん脳書きがいいから当ててくださいよ。10レース目、はい、もうさすがの山崎も今回裏切ったらバンクの横にいるここの名物おじさんが黙ってないですよ、多分。おお、俺に任せとけってやつでしょ。させーっつって松本さんと初めて仕事した日も間違いなくいましたよね。一回この競輪場 YouTube チャンネルにも出演させましょうかっていう話があったんですけども、審議の結果 NG になりました。昨日もやったじゃないですか、山崎入れるか外すかってやつ。どうすんの。いや、俺今日入れるよ、はい。データ聞かなくなってきてるんですけど、そういうの全然聞いたやつね。ちょっと穴狙いの二車単ボックス。またボックスか。次は当てたいと思います。1357。いやー、まさきどうなんですかね。でも一旦下がって蓄えて、また前回も前々回もブロックされてましたもんね、だいぶね。昨日のちょっとなかった。昨日やばかったね、あれね。あー、でも山崎だいぶこれ、あ、これ絶対来ないじゃん、また邪魔されて。どうですかね、警戒してるでしょ。警戒してますね、ほんと。取った。おお、嫌われてるんですかね、山崎さん。足ありすぎて出られれば絶対勝てないので、もうみんなそれで警戒しちゃって出させないような感じになっちゃってます。ドーム型の競輪場にしますから待っててください。聞けよ。人の話を。よし。ちょっと自分すごい納得しないんですけど、14が警戒してるんですよ、このポジションでいながら。それで仕掛けが遅くなっちゃう。遅くなって離れてるんですよ、ここで。ラインとしてはすごい無意味なことしてる。だから今も解説で言ってましたね、かなり遅いって。自分3着残ってない時点で何も意味ないですから、ね、あれはちょっと嫌いだな。やっぱり2車単だなと思ってですね。用意してるのがセコイは変えちゃうんだもん、 T シャツも。2-1でいくか、1-2でいくか。一緒じゃねえか、そんなの。一緒だわ、あんなもん。どっちからいく。いや、ガチガチだけど、ガールズはガチガチだから、うん、まあね、人生初めて会ったのがガールズだったからね。それもガチガチのレースで。1番が66、はい、で、2番が61、はい、で、5番が44、はい、ガールズっていうのはガチガチになりがちなんですか。ラインがないので、もう位置取りと力で、あ、単なる力の競争みたいな場所で決まるっていう。強い選手の後ろを取るか前で逃げ切るか、奥井選手押し切って逃げ切るタイプ。ただここ最近のガールズの選手がかましいとかまくりで勝つ感じが出てきて、ちょっと奥井とか逃げ切り戦法が最近不利になってきたっていうのも。で、初日が佐藤選手が1着で、奥井選手を使って最後刺した感じですね。で、昨日の場合は佐藤選手を出したんですよ、わざと。で、昨日だいぶ後ろまで下がっていってからの外から
いった感じです。すごい考えてうまくやったなと思ったんですね。1、2、2社単ですね、僕は。まあ、わかりますよ。圧倒的人気でいけば1番、2番かな。ベテラン奥井さん、はい、これ1着です。で、佐藤里奈ちゃんが1着、はい、3連単の、なんですかこれ、ボックスで1、2、5ですね。はい、1、2、2、1で、3点、3点でいきました。人生初めてのボックス買いしました。1、2、5、ボックス500円、ボクトリナ3000円、これ数を叩き潰せる。ボックス買ったらどうこう言ってね、ボックス買ってんじゃないですか。あんたこれ妖精、しかも人の意見で、そう、妖精がボックス買いやつなのね。1、2、2、1の2シャッターなんだな。裏買ってんじゃん。裏買いましたよ。裏買わない。お前買わないで誰言ったんですか。熱だから巻き戻すか。いやで、これで注目されてた2人がのどちらか来なかったらもうアウトですからね。あれもかん。一番が東京の奥井文です。二番が神奈川の佐藤美奈。余談ですけど、この中だと誰が綺麗な。待って。落とすのかな。落とすのいないですね。もう秋葉さんは脇面も振らずだね。奥井のセクコラ戦が前に出たらば5番の柳原真央。でも奥井が、奥井すごい、奥井すごい。みんなかな。来たね。でも松本さんも来た。あ、俺も来たの。覚えてないんですか。みんな頑張ってるなぐらい。やった。そう。いや、奥井これ5番出ちゃって先行争いっちゃったから前出ざるを得なくなっちゃった感じですね。ここは2、1はもう絶対的な人気ありましたからね。なのであた、こういう当たりやすいところに多くやって、うん、でちょっと配当高い方をちょっと買う感じの、うん、これはあとで YouTube にしたら、はい、悪魔さんにリプレイしてもらってカツオが何て言ってるか。あ、それもちろんするためにね、はい、うん、検証しま、それやる人ある？はい、検証しましょうって私も取るんですよ。ファン減るよ。1、2、2シャターですね。1、2、2シャターです。1、2、2シャター。裏買ってよかった。裏買っといてよかった。いや、あそこ助言しなくてよかったのか。いや、なんかね、降ってきたんですよ、ずっと。それ悪魔が降ってきてるんですよ。裏買った方がいいんじゃないって。まあ、ファン減ったな。3レース連続で当たっちゃった。残高21,150円。全額いきますよ。おお、残高6,050円だったよ。これは流れ来てるから絶対最後当てます。なんかもう助言しない方いいのかな。カズオくんね、裏買った方じゃないかみたいな、まあ、当てたような。どれ降ってきたのしょうがないです。でも、はい、ね、助言は松本さんが分かんないから、リンリンの方を信じてますからね。そうだよ、俺信じてるもんね。みんな他力本願じゃないか。ポイントはね、昨日やられた砂川をどうするかってことですよ。中井選手、唯一地元中井だな。中井頑張ってほしいですね。中井だ、これは。やっぱり小林さんがそのやっぱりこうサポートするはずなんで、1号はちょっとある。1、5、6って、5、6はどっかで切っちゃえばいいだけなんで、使われて終わりかなっていう。連携取るとしたら結構強くなる。ライン長い方が逃げ切る時はブロックしやすいんで強いんですけど、多分これ竹内が前出ちゃうのかなと思うん で、はいはい、でそこで2社って考えればちょっと弱いんですよ、はい、そしたらもう竹内が枕打ってきた時に多分3出ちゃうはないと勝てないんで、どっちかっていうともう自力ちょっと不発かな。全然わかんない。最終バックの予想通り8-3が先頭で行った場合、はい、8-3でそのままっていう可能性も結構高いと思うんで、8-32車単2万円え38が一番人気ですよ。でも4,400円に出る。もしかしたら来るかもしれない。そうです。2社服にしちゃったよ。49と23、38、58、2社単8,3、1万円。
381万円、はい、中井小林で15で1100円、もうあの竹内橋本がグッてこうゴールする瞬間しか頭に思い浮かばなかったんで、中井はちょっと信じますけど、権利的な感じです、はい、僕ちょっと変えました、はい、8338で8000円で、はい、15で5100円です。ちょっと待って、何が出たんですか。1分前もう10秒ぐらいしかないよ。あ、ゲノ聞こえてんだ。ドックもし削除、もしいらない面があったら。あれどれか抜けて、はい、3号抜けだ。何曲かけ乗ったかね、あれね。一番ぐらいで、よし、竹内来た。合わせるんじゃないかな。竹内橋本上がってきましたよ。よし、いいぞいいぞいいぞ。ちょっとまだこれ外出ない方がいかったんじゃないかな。ちょっと早い早い早い。直線コースは小林大輔だ。そして6番の阿部達也が多い。ガッツポーズは小林。何56って。あれ誰もなくないですかこれ。ない。6なんか買えないでしょ。めっちゃノーマークな当たるイメージしかできなかったのになぁ。あ、覆えないっす。6だから最初が勝手だよな。見てなかったですよ。6だってもう赤でもう名前見えないぐらい色塗りつぶしますから。だって中井をね、頑張らせるためのラインでしょ。これ3連単だったらどうなるんですか。これ、いや、これ56勝ってたらすごいことなんだよね。5万車券ぐらいいくんじゃないですか。54,900円きました。誰も当たってない。でも二車単と二車複でしか勝てないですからね、今のレース。函館競輪 YouTube チャンネル、奈良競輪3日目、残念ながら負けてしまいました。しかしこれから巻き返していくぞ。本日の放送は奈良競輪さんのご協力のもとお送りいたしました。ありがとうございました。あ、楽しかった。さあ帰ろう。いやー、わー、え、結局これ悪魔さんどっち。いや、もうだからそれはもう悪魔さんに委ねましょう。いいの、はい、多分ドエスだよ。プラスになってない時点で何かで勝負して片方罰ゲーム、はい、はい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 、プロレス絶対俺負けじゃん。だってこんな対局だったら負けるって。黒ひげやる。まあ当たり前ですけど、これ飛び出した方が負けで、負けた方がこれにこれをかけて食べる。お互いね、激辛系、ね、ちょっと苦手っていうか、もう苦手、もう大の苦手です。じゃあやりますか、じゃあ、ね、まあこれ当然、先行が不利ですからね。最終グー最終グー勝ちですよね。え、こんな小学生みたいなことするんですか。この大人は、もう神様見てるからね。ね、いいですよね、ここからで。飛び出したら負けでしょ。飛び出したら負け、はい。ありゃあ、飛べ、カツオ、ね、やば、すぐに来た。こめねとか言うな。あ言うな。あ早い早いわ。あと3ターンは欲しかった。経理当たらないくせに。ペアフィアスバー、激辛マックス、エンド、はい、プラスデスオース、これをカツオ君に食べててあげましょう。怖くなってきて3分経ったんじゃないですか。もう3分今もう経ちましたよ、はい、
じゃあちょっと行きますか。これやばいね。このまずこれだけででも十分なわけですよね。やばいっすよ。やばい、見てるだけでやばい。来ました。やばい、もう見てるだけの鼻からもう汗が、なんだろうこれは、恐怖なんだろうか。まあ、あの麺は至って普通の麺ですが、問題は多分このソース、激辛エンドソース。何がエンドソースだ、本当に。激辛エンドソースですね。ペヤングも、いや、エンドになる人にはふさわしいソースだこれね。つまらないものが開発しやがる、ね、本当に。加藤君、さよならね。ちょっと匂いで嗅いでみますか。やばい、いや、もうみんなで土下座して謝ってやめた方がいいよ、絶対に。まずこれ全部かける必要ないからね。なんでこれ全部かけるんだよ。いや、お好みの量でっていう。ほんと？あー、うわ、最後の最後まで。やばいこれ、俺そんなやらないでしょ、普通。ね、全部やりました、全部これ。さあ、それでプラス、なんと実は今日はデスソースがプラスされるという。でもなんか、うん、見た目すごい美味しそうですよ、いつもの焼きそば。もうこれなんかちょっと誰か開けてあげる。開かないでしょこれ。じゃあいらないでしょそれ、開かないから。いや、見てる方が汗出てきたもん。あ、じゃあ俺が混ぜますよね。いや、違う、なんであなたがそんな汗だくなってんの。いや、これね、見てる人のやばいっすよ。いやー、これほんとやばい。やばいっすね。僕も顔面汗だくなんですよ。汗だく。僕顔面汗だくなんですよ。これ匂いだけですよ。開封させていただきました。匂いの香辛料だけ。デスソースかけて。いやー、怖っ。これかなりね、辛いんですもんね、これね。ちょっと待って、待って、ちょっと面白くないからね。いやいや、面白くないからね。いや、松本さん、これ。これが。やばいっすよ。これ、ちょっと、ちょっと。マジでやばいから。何が？やばい、死ぬ。ミートソースパスタみたい。あれ、なくなってるじゃん、これ。バカじゃないの、松本さん。バカじゃないの。なんでそんな汗かいてんの。わかった、じゃあ悪かった。もう箸も一本持ってきて、も箸持ってきてね。二人とも残金がね、もうなくなったんだから、じゃあ最後二人でね。なんで混ぜるのよ。な、松本さん、はいはい、ガバッと言ってよ。なんで、自分であんだけ入れたんだから。じゃあだから俺やります、俺やるから、食べて。やばい、いや、俺やるよ。やめろ。いやいや、松本さん、マジでマジで、お互い食べて、男見せて。いや、行こう。行きますよ。両方が違う。自分でやったもん、だって。いや、はい、はい、はい、いや、まあ、これ本当にやばいぞ。やばいぞ。顔爆発すると思う。顔爆発するの。行きますよ。せーの。ここで痛いもん。キラ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 入れて。ああ。百三。ダメだ。ダメだこれ。ダメダメ。マジやばいこれ。痛い。良い子のみんなバカしてる。ありがとうございました。加藤君、今までありがとう。いや、まだいけない。